ト作成、思いのほか時間がかかってしまったわ。最近寝不足だから今日は早く寝たかったのだけれど。なんか今日のキリス先生、いつにも増して怖い。小テストに集中せねば。幸い生徒たちには気づかれていないようね。今寝てた。もろ、今にも意識を失いそう。午後は幸い大変嬉しく思っておりまして、急遽午後から全校集会になったのはいいとして、学園長話投げでなん地獄、気持ちよく持ちなさい。ママよ、教師はすべからく生徒の模範とならなくては。なんとか今日一日乗り切ったわね。全校集会の時は本当に危なかったわ。あの先生、何を落としたみたいで。でもすぐに見つかるから君は帰って勉強しなさい。あ、やっぱり今日体調悪いんですね。やっぱり見つかりませんね。ええ、いつも上着のポケットに入れていたはずなのに、どこで落としたのかしら。ズレ、カバンはもう何度も確認を。カバンの整理も苦手なんですね。こんなに持ち歩くまま手に持っていきましょう。ですね、勉強になります。あの、本当に面倒かけて申し訳なかったわね。寝てる先生、ベッド列挙車で変わる。すみません、変なことなんて考えてませんから。